こんにちは、プレイバーツです。今回は髪の毛にまつわるお話をしたいと思います。突然ですが、髪の伸びるスピードって皆さん一体どのくらいだと思いますか？日本人の髪の伸びるスピードは平均1日で 0.3 から 0.4mm、 3日で 1mm、 1ヶ月で約 1cm から 1.2cm 伸びると言われています。髪は一定の寿命があり、男性は3年から5年、女性はもう少し長く4年から6年で成長期、退行期、休止期、脱毛をし、新生毛と変わるサイクルを繰り返します。頭皮は皮脂腺や汗腺が多く、とても汚れやすい部分です。シャンプーで皮脂などの汚れが十分に落としきれていないと、皮脂が酸化されて過酸化脂質となり、頭皮を刺激し、フケやかゆみの原因となり、そのまま放っておくと細菌が繁殖し、嫌な匂いを発生させます。以上のことから、自分の肌に合ったシャンプー選びと日頃のケアが重要になってきます。やはり清潔に保つことが重要ですので、皆さんも気をつけてください。では。